Allez, salut, c'est parti, 3 heures sur Sword Art Online, Holo Realization, on continue le jeu, on est au, c'est pas le bon écran, on est au chapitre 4, enfin, à la zone 4, et donc, bah, alors, je crois qu'il y avait du blabla, là, dans le fond, on s'est arrêté, il fallait le faire, ensuite on pourra continuer, alors je sais plus ce qu'on faisait dans la zone, par contre, je l'ai pas remarqué. Donc on va voir ça. Alors, non, pas ça. Alors, des quêtes, conduisez première au nord de l'OIS. Ah oui, c'est ça. Première, il faut pas lui faire continuer sa quête. Sinon, c'est la fin du monde. Donc, c'est un peu les angoisses. Alors, où sont les gens? Bon, on va y aller au pifomètre, comme ça en même temps on va faire un peu de quête comme ça. Ah, elle va partir. Bon, tant pis. Ah, le retour de Richter. Richter. Si bara que Sinon ga game ni login shite konakatta kedo. Nani ga atta ka shitteru? Sa. Iroiro to isogashikatta n janai ka? Zutto renraku ga torenakute shinpai shita n da kedo. Kono mae yoyaku yaku game no naka de mitsukete sa. Demo kanojo. 前とどこか違うんだよ。強くてかっこいいシノンの輝きが薄くなったというか、まるでそこらにいる普通の女の子みたいなんだ。それが本当のシノンなんじゃないか？そんなはずないよ。彼女は特別だ。普通じゃいけないんだ。本当に。 何があったか知らない？ああ。そう。ならもう話すことはないよ。
やっぱりあいつはシノンに対して異常な妄想を抱いている。いつか問題を起こすかもしれない。注意しておかないと。Ça c'est fait, viens là toi. Non, pas toi. Toi. Domo. Algo. Non, mais pas toi. Non. Salut Ten. Enfin, je sais pas comment tu veux que je t'appelle, et t'as mon EX. Ah, ちょうどよかった。連絡をしようとしていたところなんだよ。ワン吉のクエストが進行したんだ。おそらくこのイベントが最後だろうな。本当か？目的内容からしてな。ワン吉の住んでいた森の奥にコボルドが住処にしている洞窟があるみたいだ。シナリオ的にはそいつらが生活圏を広げるために森を荒らしていたっていう内容だな。ワン吉がもともと人里に迷い込んだのもコボルトが関係しているんだろうな。OK、bon matin、ça ira bien comme ça。C'est plus simple à dire。次の目的は洞窟にいるコボルトの親玉を叩くこと。そうすれば森は守られ、ワン吉の子供たちも安心して暮らせるってわけだ。よし、準備ができ次第クエストに向かおう。ユイにも俺の方から話をしておくよ。勝手で悪いけど今回もユイは連れていく。悪いことなんかないよ。ユイちゃんを連れて行かないでどうするんだ。あ、それじゃあ案内はよろしくな。了解した。この洞窟の奥にいるコボルドを倒せばクエストはクリアなんですね。そのはずだよ。ユイ、俺の後ろから離れないようにしていてくれ。わかりました。それじゃコボルド退治と行きますか。ああ、戦闘開始だ。こいつがコボルドの親玉か。思っていた以上に手強そうだな。けどワン吉の子供たちのためにも絶対に倒す。アルゴ、合わせてくれ。終わらせるぞ。あいよ。ユイ、アシストを頼む。わかりました。直線方向の3回攻撃が来ます。ステップで避けてください。よっ。攻撃後の硬直がチャンスです。よし、でっかー。ご苦労様。ああ、ユイもありがとう。力になれて嬉しいです。これでクエストはクリアでしょうか。見てみるから待ってくれ。ああ、クエストログが更新されているな。子犬たちのところへ戻るみたいだ。よし、このまま直接行こうか。はい。さて、子犬たちは。あ、出てきましたよ。おいで。もうこの森は安全になりましたよ。ん？ 4 匹しかいなくないか。5匹。え？あ、いや、ちゃんともう1匹出てきたぞ。はあ、びっくりしました。なんか俺っちに向かってきてないか。ワン吉の子供なんだから大丈夫だって。だからそういうのは関係なくだな。ってなんか加えているぞ。ブレスレット？あ、ワ
万吉の首輪です。偽売りのブレスレットだ。ユイがこれをくれるっていうのか。なあ、これってコレルレザーブレスレットだよな。なあ、そうだけど、アイテム名が絆のコレルレザーブレスレットに変わっているぞ。アイテム名が変わっている？いや、それだけじゃない、特殊効果も付与されているみたいだ。なるほど。そう、このクエストはブレスレットを預けると特殊能力がついて戻ってくるんだ。なるほど。クエストとしては特殊かつ希少だな、ユイちゃん。はい。このブレスレットはワン吉からユイちゃんにだ。え？ですが、このクエストはもともとアルゴさんが。実は俺っちたちの後からこのクエストを始めたプレイヤーが何人かいるんだ。だからいろいろと情報をやり取りすることもあるんだけどな。前のイベントでユイちゃんを助けるためにワン吉が飛び出してきただろ。はい。あれ、他のプレイヤーではそんなことは起きていないらしいんだよ。C'est les pros des quêtes buggy. 他の人たちの時は育てた犬が助けに出てこないんですか？大量のコボルドと戦った後、子犬が出てくることによって親犬の死を知るという演出になっているみたいだな。それじゃあユイを助けに出てきたワン吉は？他では確認されていない展開だ。それはきっとユイちゃんとワン吉の絆によるものなんだろうと思うんだよ。だからこれはユイちゃんが持っているべきだ。ワン吉はユイに愛されたことをきちんと分かっていたんだな。ユイの言う通り利口だな、ワン吉は。ワン吉、もう会うことができませんが、今でもワン吉は私の中でちゃんと生きてます。それはこのブレスレットを通じて確かに感じることができます。ですが今は悲しいという感情が次々と流れ込んできます。パパ、アルゴさん、私とても苦しいです。ユイ、ユイちゃん、こっちにおいで。悲しみというのはとても苦しいものですね。ああ、だから悲しい時にはこうするんだ。アルゴさんの温かさが伝わってきます。ワン吉、本当はもっと一緒にいたかったです。一緒にお散歩して公園で走り回ってお昼寝して。そうだな、ワン吉、たくさんの思い出とこの悲しみは。さあ、町に到着だ。ユイちゃん、大丈夫か？はい、ようやく落ち着きました。あの、アルゴさん、クエストを最後まで続けてくれてありがとうございます。お礼を言うのはこっちの方だよ。俺っち一人だったらこんな形でクエストを終わらすことはまず不可能だったからな。さて、そろそろ仕事に戻るよ。ワン吉のクエストの情報集めもこれでようやく終わりだな。いや、俺っちが集めきれていない情報があるんだ。セリリ、ユイちゃん、一つ頼みがあるんだけど。私ですか？結局ワン吉の面倒はユイちゃんに任せっきりだったからな。だから他のプレイヤーたちに伝えるべきアドバイスを聞かせてくれないか？あ、vous êtes dans la queue. あ、vous les plaît. アドバイスですか？このクエストは登場する犬さんに愛情を注いだ分だけ報酬の効果が変わります。それは
ステータス画面には決して現れないですが、とてもとても大きくて大切なものです。クエストを進める方には犬さんとの楽しい思い出をいっぱい作ってほしいです。わかった、必ず載せておくよ。きっとみんなユイの言葉でこのクエストを上手に攻略できるはずだよ。はい、一緒に過ごしてくれてありがとうです。ファン。Bon, on se fait une nouvelle quête secondaire de fini normalement. Ouais. Alors, il reste quoi ? Alors, celle-là. Et l'eau, j'en étais sûr. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste encore avant de retourner interroger Philia ? Ok, Théophilia, parce que. Le parc, bah, c'est là où je suis. Ah non, c'est pas où je suis. Ah ouais, en fait, je me suis posé la question vu l'heure. Je me suis dit, en fait, t'étais peut-être déjà rentré, mais non, t'es encore en train de faire la queue. Ok. Dans le froid, vous êtes fous. Allez, là, ma fille. よ、フィリア。あ、ヤッホー。何？何しようかなって思っていたところだよ。じゃあ、もしかして時間ある？エンペラーソードのクエストを進めに行かない？それってラファンセット系とし？いいな。紋章も揃って、いよいよ大詰めだもんな。うん、それじゃあ早速、みんなに連絡してみるね。さあ、宮殿の大広間に向かおう。紋章を王様に渡せばクリアになるはずよ。待ちに待った時が来たな。行こうぜ、みんな。ふぴた。子供のようにはしゃいでるわね、二人とも。宝物を見つけたいって人と、エンペラーソードが欲しいって人だもの。まあでも気持ちはわかるけどね。私もクエストの結末がどうなるか気になるし。でもさ、きっと簡単には手に入らないんだろうね、エンペラーソードって。ボスが待ち構えているっていうのが普通の流れだよね。だけど今のあの二人ならどんなボスでもあっという間に倒しちゃいそう。確かにそうだね。今まで進めてきたクエストはどこもトラップだらけだったわよね。ここもやっぱりトラップが多いのでしょうか。注意するに越したことはないわよね。お宝を目の前に全滅なんて笑えねえからな。一丁気合を入れていこうぜ。おう、激レアクエストの報酬ってのをとくと見てやるとするか。みんな準備はいいみたいだね。それじゃあエンペラーソード目指して出発。フィリア、目的地は王の間だったよな。うん、国王様がいるところのはずよ。ならこの広い回廊を進んでいけば良さそうだな。あ、ちょっと待って、王家の紋章が光ってる。紋章が何かに反応しているのか。なんだろう。ねえ、そこに扉があるんだけど、それに反応しているんじゃない？王の間の扉じゃないよね。あのさ、これってもしかしてトラップなんじゃない？俺も実はその線を考えていたんだよ。今までのクエストも散々トラップだらけだったし。小部屋に入ったら閉じ込められて水攻めされたりするんだよ、きっと。水攻めかどうかはわからないけど、何らかのトラップはあってもおかしくないよな。とはいえ気にもなるし、
の。わかった。じゃあちょっとだけ見てみよう。ここは宝物庫みたいね。宝箱がいくつか置いてあるな。開けたらトラップがってことは十分ありえるわよ、ね、君でも。だったら俺だけ部屋に入って宝箱を調べるから、みんなは外で待っててくれないか。え、なんで？わざわざトラップのある部屋を全員で調べて全滅なんてことになったら大変だろ。わかった、ここは任せる。うん、よろしくね。ああ、よう、お待たせ。あ、出てきた。無事でよかった。それで宝箱の中身はどうだった？コリア、普通に店売りにある装備品とかだったよ。なんだ、普通の宝物庫か。ま、水攻めされなかっただけでもよしとしようぜ。うん、それじゃあ王の間を目指そう。ここが王の間だな。あ、あの人が国王様じゃない？よし、フィリア、紋章。うん。おお、そなたらが持つのはまさしく王家の紋章。ようやく見つけることができた。礼を言うぞ。はい、じゃあこれお返しします。ついに紋章が我が手に。これであの忌々しい剣を手に入れ破壊できる。そうすれば私が恐れるものは何もなくなる。ん？何か様子が変だぞ。役割を終えたお前たちには褒美として死を与えてやろう。ちょっとエンペラーソードは？危険だフィリア、下がる。憎き国王ブレグスに恥辱を受けてから今ようやく復讐を果たす時が来たのだ。魔の神から授かったこの力で今度こそこの国を我が手で支配してくれる。どうなってるの？ボス戦だ。みんな戦闘準備。なぜだ、なぜ私が人間ごときに。倒したぞ。強かった。あ、ドロップアイテムが出た。おお、エンペラーソードか。王家の紋章。つまり取り返しただけ。そんな。では結局エンペラーソードは手に入らなかったんですか？なあ、ボスを倒したらもらえると思っていたんだけどな。そうですか、残念でしたね。ですがレアなクエストには違いないと思いますよ。そういえば今回のクエストはどのようなお話だったのでしょうか？300年前、エンペラーソードの所有者であるブレグスが国王として選ばれた。けどそれを良しとしない兄のロイルがブレグスの命を狙ったの。なんでもロイルは魔物にたぶらかされて、国を捧げれば強大な力を授けると言われていたそうよ。でも結局ブレグスによって野望は打ち砕かれたみたいだけど。ところが最近になってロイルが悪霊として復活して今の国王に成り変わっていたんだよ。
それに気がついた王族の人間が紋章を持って逃げたんだとさ。男女に多く仕掛けられていたトラップは、王族の人間が紋章をロイルに取られまいと作ったものだったんだ。最終的に俺たちでなんとかロイルは倒したけど、その後の展開はあっけなかったぜ。今の国王はとっくに殺されていて、その息子が王位を受け継いだことでめでたしって感じだ。エンペラーソードは物語中に話として出てくるだけでしたね。そう簡単にレア武器は手に入らねえってことだな。でも王家の紋章集めも結構大変でしたよね。あれはあれで楽しかったけど、エンペラーソードも見てみたかったよね。まあコルが報酬で手に入ったんだし、盛り上がる企画でも組みましょうよ。そうだね、一応クエストクリア記念ってことで。はあ、クリアしたけどちょっとがっかりだな。元気出せってフィリア、まだこのゲームも始まって間もないんだ。レアアイテムはこの先にもたくさん出てくるだろうからさ。もうこうなったらパーティーやってやけ食いよ。みんな付き合ってもらうからね。オッケー、いくらでも付き合うよ。エンペラーソードにまつわるクエストはここで終わりか。フィリアの言う通り、物足りない感じは否めないな。Ok, bon, comme ça, ça se finit ça, et on pourra retourner dans le désert. Finir ça. On va changer de zone, des fois qu'il y a un petit schling-schling. Encore non, pas du tout. Alors, je sais que pour rendre les quêtes, il n'y a pas besoin de ça. De toute façon, il n'y a besoin de rien en fait pour rendre les quêtes. On peut se débarrasser de tout ça. Ça fera de la place. Alors, carte dans le désert, et on était... Voilà où. Au nord de l'oasis, ok. Alors, l'oasis... pas le truc de quête, c'est génial. L'oasis. Ouais, l'oasis. L'oasis, c'est ça. Enfin, je suppose. On va pas aller là-haut. Non, c'est pas ça. Oh, je sais rien. Bon, on va essayer par là et puis on verra bien.
Ah, attends, on était niveau combien 33, donc faut des bobs au moins 32. Oulala. Non, là je l'ai fait. Je crois qu'il y a un téléporteur là-bas, non? Je crois qu'il a amené là. Pas du tout. Où est la suite de cette quête? À droite, il me semble qu'il y a un téléporteur là-bas. Ah, 33, c'est bien ça. いいわね。最高よ。
Oh, mais... Alors, par où on va aller J'ai trop fait des bouts, on va aller là-bas, il y a un truc vert. Des buveurs d'âme, ils sont combien? 3. Bon, ça peut le faire, je vais me dégager celui-là avant. Ça va faire de l'XP, ça. Ah, c'est les porteurs. Bien. Non, c'était là ou c'était pas là? Là, je l'ai déjà tué, on va pas le retuer 50 fois. Hein. C'était bien là. Ah bah là, c'était pas là. Oh, mais il faut aller où pour cette quête de merde? Là, c'était pas ça. On peut essayer d'aller chaud. Mais au nord de... Ouais, au nord... de l'oasis, mais déjà l'oasis, je sais pas où il est. C'est forcément dans le désert, c'est forcément par là. On va recommencer par là. On verra bien. Thank you.
eso. Jean-Michel niveau 43, non. De quoi on devrait faire une pause? Mais non, mais... Oh, ça y est, lui, il veut faire des trucs. Oh, comme tu sais, première au nord de l'oasis du désert. Mais ça ne fait que ça d'aller au nord. Donc on peut pas aller à droite. L'oasis, c'est bien ça, l'oasis. Encore un forgeron. Ouh, niveau 35, il est bien aussi celui-là. Il est moins bon que l'autre. Oh, bah, ça marche bien, mais j'ai pas ce qu'il faut. Je n'ai point ce qu'il faut. Bon, je sais qu'il y a aussi un forgeron ici. C'est du blabla. Ah, un vendeur. On va acheter ici. Bon, maintenant, ça ne vient toujours pas. Faut emmener première, donc faut peut-être prendre première avec soi dans ce groupe. Ça sera peut-être plus malin en fait. Peut-être que pour ça que la quête elle s'affiche pas. Bon, on va aller faire le dialogue de Yui hein, puisque Buffy elle veut dire des choses. Reviens, ah, j'ai un truc pour toi. Merde. Dom. Ah si, c'est bon. Dom. Donc Yui, où est-ce qu'elle est?
Parc du lac. On verra après les messages. Où es-tu? Oui. On a fini ta quête là. La quête de Monsieur Moufou. Où c'est? Le jeu sous de ma gueule. Hein. Bon, récupérons première. Non. Pas ça. Alors, on va dégager Silica pour l'instant et donc on va prendre première. Retournons sur la carte. Magie. Pour une fois, il faut l'avoir première avec nous. C'était pas juste à l'endroit et ça marchait tout ça. Première et 27, c'est à peu près le niveau que je devrais. Non, je pourrais avoir. Je serais trop à la bourre seulement niveau 27. ここがプレミアのクエストに関連するダンジョンなのは、けどボスが出てきたりトラップを解除することなくここまで来られた。そういうダンジョンなのかもしれないけど、どうも違和感を覚える。
例えるなら、すでに攻略された後のような。あ、ジョン、notre ami G、je sais plus quoi là。どうかしましたか？なあ、いや、なんでもないよ。それじゃあ奥に行ってみよう。勝手に進行した今回のクエストだけど、その内容自体はこれまでのものと特に変わりはない。であれば、ここで手に入る5つ目の成績を取りさえしなければ、クエストは進まないまま。Est-ce qu'il y a l'autre qui va la prendre? ない。あ、成績がないぞ。探しますか？手に入れるつもりはないけど、そもそもないというのも気になるな。よし、探してみよう。やっぱりどこにもないな。ほこりまみれになりました。頑張ったな、プレミア。ですが、こちらも見つけることはできませんでした。うん、そうか。こんなに探しても見つからないなら、もともとここでは成績が手に入らない筋書きなのかもしれない。あとはどこを探しますか？いや、もうこの辺でやめておこう。それにしても、プレミアは随分と成長したな。成長？進んでみんなと協力するようになったし、積極的に話しかけてくれるようになった。仕草も女の子らしくなったような気がするしな。どうした？顔が赤いぞ。具合でも悪いのか？知りません。え、なんか怒っていらっしゃいますか、プレミアさん。さあ町に戻ろうか。よう、ヒーロー。どうした、地べたを這いずり回って探し物か？ Voilà, Genesis, on était sûr que c'était lui. Genesis?そういや、こんなもん拾ったんだよ、この石ころをさ。それは間違いない、あれは成績だ。いや、待て、先回りも何も、なんでジェネシスがここにいるんだ？ここはプレミアのクエストを進めているプレイヤーしか入ることができないインスタンスマップのはずなのに。おいおい、何固まってんだよ。あ、あれか。なんで俺がここにいるか分かってねえんだろ。隠しボスを発見したヒーロー様がこんな単純なことも分からねえのかよ。ならガキでも分かるように教えてやる。プレミアが二人。やっぱり気づいてなかったのかよ。こいつらが二人の女神ってやつだ。同じクエストのモブなんだよ。二人の女神。まだ理解できてねえのか？俺とお前は同じクエストを攻略しているんだよ。俺たちと協力し合ってこいつらのクエストをクリアしようぜ。な、そんな、待ってくれ。このクエストはクリアするわけにはいかないんだ。それひょっとしてクリアすると世界が崩壊するからか？まさか、
あの場所にいたのか。コンソールを操作しているときにアインクラッドが創生されて世界が崩壊しちまうんだよな。楽しいじゃねえか。自分で進めたクエストによってそんなことが起きるなんてよ。どうなるか分かっている上でクリアしようとしているのか。嫌なら力ずくで止めてみろよヒーロー。俺は、おい行くぞ。はいマスター。世界の崩壊とは何のことですか。それが起きたら私たちはもう一緒にいられない。プレミア、もう一人の女神がジェネシスと一緒にいる。しかもプレミアちゃんにそっくりだなんて。本来のプレミアのクエスト、グラウンドクエストに出てくる二人の女神というのは双子。なるほど、そっくりなはずね。そういやよ、俺たちで飯を食いに行った時プレミアちゃんの様子がおかしかったよな。あの時の子って実はそっくりな子の方だったんじゃねえか。だとしたらいろいろと納得がいくな。間違いないだろうな。雰囲気もプレミアとまるで違ってた。ジェネシスはもう一人の子を連れ回してプレミアのクエストを終わらせようとしているのよね。そんなことになったらこの世界は崩壊してしまうのに。そうなることがジェネシスの目的なんだ。なんでそんなことするんだろう。単純に面白がっているんじゃないの。まったく、よりによって一番面倒なやつにクエストを横取りされたものね。一つ疑問なんですけど、人の進めているクエストを別の人が進めることって可能なんですか。もちろん通常は無理です。普通プレイヤーがクエストを受けるとクエスト NPC は雇い主であるプレイヤーの ID を記憶します。そうすることで自分の雇い主以外のプレイヤーがクエストを進めようとしても反応しないようになります。ですがプレミアさんの場合、開発中ということから誰でもクエストを進められるステータスになっているんです。そしてプレミアさんに似たもう一人の方もおそらく。開発中はいろんな人がテストをするからな。そういう設定にしておいた方が何かと都合が良かったんだろう。これからどうする。放っておいたらジェネシスにクエストをクリアされちゃうよね。それだけは何としても阻止しないと。たとえジェネシスと戦うことになっちゃっても。うん、ねえ、このことってプレミアちゃんは知っているの。いや、聞かれたんだけどうまく答えられなかったんだ。でも彼女はすでに世界の崩壊が起きれば俺たちと会えなくなることは感づいているみたいだった。そっか、まだこの世界で過ごした時間は短いけど失うことのできない思いがここにはたくさん詰まってる。絶対に守りましょうこの世界を。ああ、ジェネシスの好きにはさせない。あいつの状況を把握しておくためにもプレミアのクエストの情報は続けて集めていこう。この戦いは運営じゃなくプレイヤーである俺たちで決着させるんだ。Bah oui, n'en parlons pas aux admins, c'est mieux. Bon, bah ça sent le plein de blabla encore. Enfin, normalement il reste de moins en moins, puisqu'on commence à finir les quêtes de plus en plus, donc. Non, c'est pas ça. Toi, ça non plus. Je vais déjà. Ah. Faire la coupure VOD aussi.
je t'aime beaucoup, mais tu veux pas devenir ami, toi. Hein. Je sais pas comment on fait. Donc là. Ah, c'est nouveau Yui qui m'agresse. On va voir. Faire la coupure VOD.